はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずきこです。それでは今回なんですけども、現金派だった僕がキャッシュレス生活を始めた理由はきっかけとなったキャッシュレス決済などを振り返ると、 ということで、今回は僕がこのゆずへこチャンネルで動画を投稿してから4月の1日で1年が経過したんですけども、まあそもそも僕がこのチャンネルを始める前のことってあまりお伝えしてなかったと思うんですよね。まあこの1年経過したので、まあせっかくのタイミングということでしたので、まあ簡単にですね、僕がこれまでの現金派だったこともについても少し振り返っていこうかなと思います。それでは行ってみましょう。 それでは早速行ってみたいと思うんですが、今出てるように元から僕自身、ゆずひこ自体はキャッシュレス決済をずっとやってたのかというところなんですが、実はですね、まあ、タイトルにもあったように、喫水の現金派でございました。 まあ今でこそね、スマホ決済、QR コード決済であったりとか、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードとか、まあいろいろと僕も動画としてさせていただいてるんですが、もう本当にそれすらの存在もあんまりなんか聞いたことあるなって感じだったんですけども、まあ喫水の現金派で、例えばもうクレジットカードが使えるような場所のコンビニであったりとか、スーパー、ドラッグストアでももう全然現金決済でしたね。 まあその使わない理由というよりかもともと知らなかった田舎育ちだったんで、クリストカード自体のまあ存在すらも全然知らなかったっていうのはあったんですよね。 で、プラス、まあ、その使うことに対してはメリットであったりとか、まあ、それすらもその知識が全然なかったんですよ。あとはですね、まあ、それこそね、今で、今に関しては本当にポイントとかめちゃくちゃ楽しいんですけども、ポイントとかにもま、全く興味がなくて、もうとにかく普通に現金決済して、もう、なおかつそれが一番節約できると自分の中で思ってたので、まあ、それに関してはずーっともうポイント還元とかも関係なしにずーっと現金を貫いてましたね。だったんですけども、まあ、とあることがきっかけで、ま、いろいろ僕本が読むのは 結構好きで、まあビジネス書とかも結構読んでたんですよね、当時は。まあ今も読んでるんですけども、まあそのビジネス書を読む中で、まあそのいろいろこう内容で出てくる中でですね、まあ一部本の中の内容でそのクレジットカードについての内容が出てきたんですよ。まあそこでまあ僕はそのクレジットカードについて、まあ魅力があったというか魅力を伝わったということもあってですね。 まあそこに実際記載されてた内容めちゃくちゃ簡単なんですけども、クレジットカードは管理ができて、まあポイントももらえる、なおかつ早いということですね。まあこれはもうキャッシュレス決済の醍醐味だと思うんですが、まあこれは本当に他のクレジットカード以外でもまあデビットカードであったりとか、プリペイドカードとかまあそういった他にでもまあこれはできるということなんですが、僕は当時そのクレジットカードからまず入った人だったんで、とりあえずまあ1円単位でまず管理ができるということですね。まあで、プラス、 使い続けることによって、まあ、1円単位で、まあ、1円単位とか、まあ、そのポイントが徐々に溜まってって、僕として一番魅力的だったのは、この早いっていうところだったんですよね。毎回そのお財布から何かこう小銭を出して、そしてお札を出してお会計を済ませるっていうところまでが当たり前だと思ってたんですが、このクレジットカードを使うことによってカードで決済したら、とにかく時間がもう変えるっていう意味じゃないんですけども、もう出してすぐ終わりみたいな、もう無駄な手間が全部省けるって感じだったんで、あ、それめちゃくちゃ いいなと思ったんですよねやっぱりこう、年を重ねるにつれて、まあ今僕、年を重ねるって言っても、今30なんですけども、やっぱりこう、時間ってめちゃくちゃ大事だなと思って、で、現金決済の手間とかを考えても、やっぱりクレジットカードって本当に早いなっていうことに、そこで気づかせてもらって、いや、これはもう作るしかないなと思って、実際にですね、僕も、ここでキャッシュレス決済に、まあ興味を持ち始めるということなんですよね。まあちょっといつぐらいだったかっていうのがですね、ちょっと日付あんま覚えてないんですけども、まあ数年前ぐらい、ほんとつい最近っちゃ 最近なんですよね。キャッシュレス決済に興味持ち始めたのが。ここでそろそろ僕もデビューをしようかなという風なきっかけともなりました。けどまあですね、まあほんとクレジットカードってめちゃくちゃまあ当時全然知らない僕としては知らなかったんで、まあクレジットカードってめちゃくちゃ種類があったので、まあ何を作ろうかなって本当に悩んでたんですよね。まあクレジットカード以外でもね、 今だと、まあ、キャッシュレス決済を始めるならスマホ決済とかで、交通系電子マネーあったりとか、まあ、チャージタイプのものがおすすめですよって僕動画でもよく言ってるんですが、まあ、その当時はね、そのクレジットカードのみの僕は知識しかなかったので、何を作ろうかなってめちゃくちゃ迷ってたんですよ。で、 その迷った結果がですね。じゃんということで、こちらもうみんな大好き。楽天カードとなりました。なりましたというか楽天カードを作りました。まあほね、当時は、まあ楽天市場をよく僕自身が利用してたので、まあそれも踏まえて、ポイント還元率とかも踏まえたら、まあ楽天カードの方がいいのかなと思って、まあ審査とかも全然よくわかってなかったんですけども、インターネットで申し込んで、とりあえず作ったっていう感じだったんですよね。まあほこれが一番最初の僕のクレジットカードデビュー、プラスキャッシュレス スケデビューの1つでございました先ほどお伝えしたように、まあ、このカードを、まあ、もちろんコンビニであったりとか、クレジットカードを利用可能な飲食店であったりとか、まあ、ドラッグストアとかスーパーでも、まあ、ずっと使い続けるようになって、あ、これ本当カード1枚でめちゃくちゃ便利だなということだったんですが、まあですね、時代が進むにつれて、まあこの <laughs>、これは本当に僕としたら革命的なものが出てきたなというものがありまして、それがこちらなんですけども、じゃんということで iPhone7 の登場なんですよ。まあこれを見てもすぐに気づかれた方はいらっしゃす いらっしゃると思うんですがまあこの iPhone7 が僕の中でまあ今はね iPhoneXS を使ってるんですがまあ優秀な端末だったんですよねというのも何が優秀かっていうのはもうそれがこちらですドーンということで Apple Pay の登場ということでもうこれはもう本当に最強というかずっと僕も iPhone は iPhone5 ぐらいからデビューして iPhone5、iPhone6 iPhone、そして iPhone7 に切り替えた時にこの Apple Pay の機能がですねそのま っていうことだったんですがこれ全然。 機種変更した時に全然その機能のら全然知らなかったんですけども使い続けるにつれてこの Apple Pay の,の機能に気づかせてもらってこれぐらいから本当にこの Apple Pay ずっと使い続けるようになりましたねまあ今出てるようにそのポンタカードであったりとかモバイルスイカ、まあ、あとはインターネット上でも Apple Pay ができたりとかあと複数のカードがこの Apple Pay に登録ができるということだったんですよねでもちろんですね僕はその当時クレジットカードはもう楽天カード持ってたのでもうここもみんな大好きグッベーでおなじみの クイックペイでの決済、もうこれを本当にめちゃくちゃ使いまくりましたね。もうコンビニ行ってもクイックペイ、スーパー行ってもクイックペイって感じで、もう本当にもうどこ行ってもクイックペイ。まああとは当時僕バイクに乗ってたんで、今乗ってないんですけども、ガソリンスタンドでも,もう当時アップルペイが使える場所ってすごく増えてきたんで、まあガソリンスタンドでもこのクイックペイということだったんで、まあ、本当にこれはクイックペイはもう早い。もうカードももちろん早いんですけども、 スマートフォンをかざすだけで決済ができるってうもう革命的だなと思って、そこに驚きましたね。まあ、それこそ、クイックペイ自体はね、結構前ぐらいからあるっていうことだったんですけど、僕は全然知識がなかったので、気づくのは遅かったんですが、この iPhone を使っての,の決済っていうのがすごくスマートに、 生活を送れるようになりましたね。まあ、けど、ま、あこれでね、全然使い続けててよかったんですけども、まあまあまあそれにとどまるず、とどまらずですね、こちらですね、QR コード決済。これが途中で、途中というか出てきましたよね。ぶっちゃけ気づくのが本当に遅かったんですよね、僕としたら。なんかこう CM とか、CM というからはなんかニュースとかでもよく PayPay ペイペイとか LINEPay とかなんかインターネット上で話題になってるなっていうレベルだったんですけども、全然それに関して関心がまずなかったんですよね。まあそこに に対してまあそんなにそのお得とかに関してめちゃくちゃ興味があったというとまだその僕はクイックペイを使ってる中では本当に早いを結構重視してたんであんまりそんなに興味がちょっと当時はなかったんですよねこの出始めた頃はけどまあ色々調べるに慣えてこの QR コード決済トマホ決済自体 QR コード決済自体は審査なしで作れてあ、作れてというかアカウントができてなおかつスマートフォンのみで決済ができるそして当時はですね高還元 バラまきのキャンペーンが多かったので、これはちょっと使うしかないなと思って、実際にこれで QR コード決済デビューをしたんですよ。で、そのデビューした日程っていうのが2019年の3月から QR コード決済を使い始めました。まあこれね、動画でもちょくちょく言ってるんですけども、PayPay だったら第2弾100億円キャンペーンぐらいかな。 そして、LINEPay だったらペイ特債の20%還元ぐらいから、この当時から使い始めました。なので、まあ、とりあえず1ヶ月ぐらいまず使ってみようかなと思って、実際に1ヶ月ぐらい使いました。で、1ヶ月ぐらい使って、これは結構面白いなと思って、で、今後もまあ、長く使うかどうかわかんないけども、まあ、これちょっと発信してみたらちょっと面白いんじゃないかなと思って、それで2019年の4月から、ゆずいこチャンネルが立ち上がったという感じなんですよね。 まだね、本当にスマホ決済、QR コード決済自体も使って1ヶ月で、僕が一番最初に投稿した動画が、ま PayPay、あ、を1ヶ月使ってみてどうだったのかっていうような感想の動画を上げてるんですけども、まあ、そこくらいから始めて、 で、そこからもうキャッシュレスとかもお得に関すること、ポイントとかに関することに対しても特化したチャンネルを作ろうと思って、それでなんとかね、1年間息をし続けたっていう、この奇跡的に <laughs> 続いてるというような感じでございます。で、このトータルで結構アバウトなんですけども、1年間この QR コード決済、まあ、高還元のキャンペーンを使い続けた結果なんですが、今回はですね、PayPay ペイペイをピックアップしまして、それがこちらなんですけども、ドンということで、これ PayPay ペイペイの利用実績を見ることができます。 で、前日までの支払い総額っていうのが左下に37万2891円。これが、 前年、前日までの支払い総額で、前日までの PayPay ペイペイ残高獲得総額ということで、7万と833円ということなんですが、僕が使い始めたのがだいたい去年の3月の1日ぐらいかな、まあ多分それぐらいから使い始めて、で、今日、まあ今日っちゃ今日が4月の4日土曜日なので、まあ大体1年ぐらいとトータルして、37万ぐらい使って戻ってきたのが7万円ぐらいということで、トータルで見て大体まあ20%くらい戻ってきてるかなと思います。まあね、今年はまあそ こんな、馬、まあこんなに高い還元のキャンペーンがあるかっていうとちょっと考えにくいってことはあるんですけども、ほ、まあ、本当ね、1年間通してこれぐらい戻ってくるって普通に現金でお買い物をしたらまずこの7万円っていうのはまず返ってこないものになるので、これは本当に乗っかってよかったなと思ってます。 なので、今言ったように、もうキャンペーンがあったら、もう今、今後はどうかはまだ全然わかんないんですけども、やっぱりこう、うまく乗っかるっていうのが本当に面白いなと思いましたね。もちろんね、最初のスマホ決済、まぁ、あ、QR コード決済に関しては、まあ興味本位でまずペイペイとか l i n e イ使い始めて、その後メルペイ、折り紙ペイ、あ、言っちゃダメか。で、ファミペイであったりとか、もういろいろ僕も使い続けて、もうとにかくキャンペーンにうまく乗っかって、まあ確かにね、いろいろ使い続けると管理もすごく大変にはなるんですけども、やっぱりこう、使える範囲内でキャンペーンにうまく乗っかるっていうのは まあ本当に、まあ面白いなと思いながら <laughs> 使ってはいます。まあなのでですね。 ま、実際に今後もキャンペーンってま、たくさんあるかって全然わかんないんですけども、僕なりに毎週の日曜日にまとめ動画っていうのを出してるので、もし今後もま、スマホ決済、QR コード決済であったりとか、その他のキャンペーンとかポイント関連とかがあれば、ま、少しでも参考にしていただければなと思っております。で、先ほどもお伝えしたように、今年度、ま、4月からスタートして、やっぱりこう、キャンペーンに関しては静かな傾向ね、やっぱりあれの影響もあるので、かなり静かに、静かな傾向にはあるんですけども、ま、その中で、ま、やっぱりそのお得ゲームっていうのをですね、皆さんと一緒に 楽しんでいこうかなと思っておりますまあ、そんなこんなで今回は僕の、まあ、キャッシュレス決済、まあ、現金派だった僕がキャッシュレス決済までになったというような、まあ、ちょっとね、いつもと違うスタイルの動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、この振り返るってあんまり僕しないんですけど、結構ね、これはこれで面白いなと思いました。もう本当に僕、喫水の現金派だったので、まあ、少しでもね、キャッシュレス決済にまだふみ、あの、なかなか踏み込めないという人の、まあ、きっかけにもなったらいいのかなと思います。とにかく、キャッシュレス決済は本当に、まあ、還元 もそうなんですけども早いとかもう管理ができるのがめちゃくちゃ魅力的なんでまあ、本当にどんなまあ電子マレであったりとかまあ、色々種類あるんですけどもま一、あ、つでもチャレンジするのもいいんじゃないかなと思いますまあ、ぜひですね僕はこうでしたとか私はこうでしたみたいなっていうのがあればぜひ下のコメント欄に書いていただくとまたそれそれで面白いんじゃないかなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 今日はですね、まあとにかく、もう今福岡県の福岡市の方でも外出の、外出の自粛要請っていうのが今出てるので、まあ週末だけ今出てるのかなまあそういったのが出てて、 まあ本当にまあ引きこもる日々がなかなか続いてるような感じなんですよね。まあもちろん仕事以外なんですが、まあ本当ね、なんかこう家にいればいるほどめちゃくちゃ考え込んだりとかやることがね、ない、なけれないっていうわけではないんですけども、なんかこう外に出れないのはちょっとストレスを感じますよね。まあまあ僕はね、本当。 まあ趣味でもある YouTube 見たりとかゲームしたりとか Amazon プライムでビデオ見たりとかまあそんな感じで時間を過ごしてるんですけども皆さんはどんな感じに過ごしているでしょうかもう無理にねやっぱ外出したらまあいつどう起きるかっていうの分かんないんでやっぱ自己防衛すごく大事だと思うので皆さんもね体調管理に気をつけてお過ごしくださいということでありがとうございました